ユイトたちにこの場所がバレたら厄介なことになりそうだな。その時は僕らも戦うのか。やるしかないでしょうね。そうならないよ。強化たちがうまく巻いてくれればいいんだが。なかなかいいものが手に入ったわよ。ありがたく思え。ロックされているのか。だが僕の超能力で解除できるかもしれない。重ね、試してみろ。
たまには私もやるんだよ。足にしておくぞ。気を抜かないで。仕事した。ありがたく思え。代わりに頑張りたまえ。敵の外角に攻撃が命中、ね、破壊できるかもね。外角を破壊できたわ。追撃を重ね。はっ、敵をしびれさせたわ。敵が珍しいものを落としていったわよ。付近に物資反応があるようだが、取りに行くのは任せるよ。耐えられる。一点集中。変わる足で。討伐数プラス1だ。今みたいな火の攻撃で体が燃えてしまったら徐々に体力を奪われるわよ。要注意ね。よし。外角へのダメージを確認。小当て様よ。貸しにしておくぞ。外角が壊れた。弱点を狙いそうね。当たるか。無理は控えるか。代わりに頑張りたまえ。僕が敵を追うと。気を抜かないで。何度来てもここは不快だな。鼻をつく嫌な匂いがする。やっぱりそうか。まさか
そのまさかだよ。怪異の餌は人の脳だ。そしてここの研究施設で扱っているものは怪異と。アンプルか。そんな、このアンプルは。でもそれじゃあお姉ちゃんは。みんな聞いて、今この研究施設の裏口の方で外部からの侵入者が検知されたの。それでセイラン政府より任務のアップデートが来たわ。侵入者はユイとスメラギたち、ニューヒムカの海抜群、生死問わず排除せよとのことよ。ち、こんな時にユイトたちか。セイラン政府は何としてもユイトを抹殺したいようだね。一刻も早くクナドゲートという脅威を排除したいんだな。生死問わず。カサネ、どうする気だ。世界のためには殺すべきだわ。でも私ずっとみんなの言葉に耳を貸さずに来たから、みんなと同じようにもしかしたらユイとも私に話したいことが。待って、もう一点補足事項があるの。もしこの任務を拒否した場合、証拠隠滅のため研究対象を殺処分する。そうよ。ナオミを人質に取られたってこと？ああ、私がセイランの上層部だとしても同じ判断をするだろうね。ナオミは君のアキレス腱だ。だがそんなことできるのか。セイランにとっても貴重な研究対象だろう。そうだ、それにカレン連隊長だって許すはずがない。ユイトの暗殺任務だって止めていたんだろう。その件はカレンがナオミを守るという根拠にはならないね。まあカレンが人間由来怪異を道具のように扱うことはないだろうとは私も思う。しかし今回の任務は正規のルートで来たものだ。つまりカレンが容認した可能性もあり得るんだよ。でもただの脅しの可能性だって。脅しかどうかは重要ではないね。ナオミに手出しされないという確証があるかどうかだ。それは、我々はすでに一度暗殺任務に失敗しているからね。そこに隊があったと思われたならこの反応も不思議じゃないさ。ナオミを連れて逃げることもできないしね。だったらユイトたちと戦うしかないってことか。隠れましょう。本気か？ナオミの身が危険なんだぞ。いえ、ここで正面から戦うのは無謀だと言いたいの。隣のエリアに隠れて奇襲を仕掛ける。体を保つ。なるほど、それならここを離れる言い訳にはなる。多少だが考える時間は稼げそうだ。はるか、作戦報告して。私たちは侵入者を待ち伏せし好機をうかがうこととする。了解、幸運を祈るわ。
イート隊、予測通り工場区画に向かっているわ。30秒後にエリアに到達予定。ユイトたちとの接触後から管制システムのデータをセイラン政府側にも回すように命令が来てるの。つまりユイトたちとの会話は監視されることになる。気をつけて。了解。ユイト隊到着まで5、4、3。この設備は一体何かの製造ラインみたいだけど。なあ、運ばれてる箱みたいなの、さっきの輸送車の積み荷と似てないか？どうした、つぐみ。顔が真っ青だぞ。つぐみ、先ほど僕が持ってきたものと同じものが入っていたんですね。生首か。嘘、これ全部？なんなんだこの場所は。さて、どうするかさね。考えはまとまったかい？まとまるも何も選択肢なんてない。あとは覚悟の問題よ。戦うしかないのか。そういう任務でしょ。それに唯人たちをこのまま返したら、この研究所やアンプルのことが世間に広められる。そうなったら怪異研究が止まるかもしれない。ナオミはどうなるの？どちらにせよ、私にはユイトを殺すしか道がない。アンプルの材料については何も考えないのか？考えてないはずがないでしょ。でも考えたところで仕方がないわ。それが重ねの答えなんだね。何を馬鹿げたことを言ってるんだ。全てをぶちまければいいじゃないか。あいつなら事情を汲んでくれる。そういう甘さを持ったやつだ。つけ込めばいいだろう。つけ込んだところでどうするの？結局セイランの意には背くことになる。ナオミを助ける方法があるなら教えて。それはまあ、二人とも落ち着きたまえ。痛み分けにするという手はどうだろう。我々はこの大事な施設に被害を及ぼさないように気を使わざるを得なかったとでも言い訳するのさ。ユイトたちの戦闘力を考えると勝利できずとも仕方ないという説明はつくだろう。だが一方的な敗北は疑われる。限界まで粘るんだ。私が出せる知恵はその程度だよ。すまないね。わかった、それなら賛成する。私もそれで構わないわ。みんな
そろそろユイトたちと接触しないと。行きましょう。これ以上は疑われる。あのアンプルは。気持ち悪い。まさか嘘だろ。だってあれはスプリング製薬で。強化たちは負けなかったのね。これは一体何なんだ。答えにはたどり着いたんじゃないのかな。ここはスプリング製薬のセイラン工場。正確に言えばセイラン自治政府と共同で運営している怪異の研究所だ。そこに首を運んでいるわけですか。薬の材料として。シデン、心を乱さないで。今はユイトを仕留めることだけ考えるのよ。ちょっと待て、話を聞かせてくれ。おい